プレモルもう一本言っていいですか。あ、飲酒の件を一人に逃げ出せるな。炭治郎、妹が酔っ払った時、お前はどうする。え、パチン。判断が遅い。妹が酔っ払ったら水を飲ませる。お前は腹を切る。酒をお分けください。あなた様は酒を分けていただければ、さらなる力で奴らを始末してご覧に入れましょう。うまい、うまいって酒飲んで、天国さんが思う。あ、お父さんと一緒に、うまい、うまい、うまいっつって人がぶ飲みしてんだな。やはり、お前も先に逃げてけっつってお父さんに言われてね。くだらん。柱になってから、なんだと言うんだ。やっぱもう、煉獄家はそうなっちゃう。お前に素晴らしい提案を持ってきたぞ。お前も禁酒の会に入らないか。酒を飲むのをやめると言え、教授郎。死んでしまうぞ。最後はもう、お互いにショットを飲み合ったりとしてね。実は赤田が飲んでいたのは、テキーラではなく、ジンジャーエールだった。ショットに。今日の俺たちは、肝臓が弱い中、正々堂々と飲んでいるんだ。肝臓を痛めないお前らと違ってた。天国さんの勝ちだ。